ミルシネ・アフリカナあるいはミルシネ・アフリカーナは、サクラソウカ、ツルマン領族の常緑小低木の一種である。アフリカ南東部をはじめとして、ヨーロッパやアジアといった広域にわたって分布し、複数の地域において苦中薬など薬用目的での使用例が知られている。リンデにより、植物の種に記載された種の一つでもある。ザプラントリストとハスラーで共通して、 本種のシノニムとされているものは以下の通りである。17世紀に南アフリカからアゾレス諸島を経由してヨーロッパに移入された。先の地域のほかアフリカ東部やヒマラヤ、中国でも見られる。ケニアでは標高1500の3000メートルの特に高地の乾燥林や岩の多い丘の中原、明けた森林地帯や乾燥林の辺縁において見られる。石灰質には 耐えるが、浅く乾燥する、石灰湿度上では反もしない。高さ1から5メートルの多年生の常緑小低木、あるいは小高木であり、枝は、灰茶色から紫色、筋があり、新芽には、毛が密に生える。以下は部位ごとの解説である。樹皮は、赤茶色で荒い。葉は、ほぼ無柄で密生しており、固く無毛、形状は、非常に変化に富むが、 通常は楕円型から到来形であり、基部は設計で、先端は円形から絵先形0.5から20.3から1.2センチメートルで、葉円は上半分に小指毛が生えることが多い。方向と光沢があり、色は暗緑色である。花は3ミリメートルで、緑白色からピンク色、小さく3から6輪付き、大花に真紅色の薬が見られる。果実は、 丸い液化であり、直径5ミリメートル以上、熟すと、桃紫色となり、無毛、種子は1個である。私有一種であるため、最低でも2つの個体が揃っていないと結実しない。ミルシネアフリカナは、複数の地域で薬として利用されてきた。中国では、鉄語などの名で呼ばれ、エンベリンなどの成分を含む果実は、サナダムシに対しての口中作用があることが知られており、またゲリ、 リウマチ、脂痛、肺結核、出血の軽減にも用いられる。ケニアの菊油人の間でも口実するように、苦中薬として知られており、近年のニエリ県の報告によれば、果実の他に樹皮も煎じ薬にされる。ワットブライアー・ブランウィックによると、南アフリカの南外人はお羊に食べさせることで、お羊が適切な時期より前に、メヒツジと交尾してしまうことを防ぎ、 ツアナ人と、その一部族であるクーエナは葉を煎じて、血液を浄化させるものとして用いていた。ヨーロッパでは干渉用の植え込みとするために、種子の状態から育てられる。ケニアの菊油人の言葉では、ミルシネアフリカナや、同じサクラソウカのラパネアローダデンドレイズメズはまがいた。またそれらの実は、インゲイタと呼ばれ、伝統的に虫下しの薬とされてきたが、 以下にあげるような苦い薬としての特性にちなんだことわざや、汎用句が数種類存在する。ラムネスは黒梅もどきか黒梅もどき属のこと。黒梅もどきかは2016年に発表された分類体系である APG4 においてもバラメであり、筒締めの桜草花とは全く系統が異なる。ザプラントリストは、 未解決状態としつつも、ミルシネ・アフリカナのシノニムであることを伺わせるデータが、存在する、としている。子以外にも、語法、ワイレシ、ダショ、サイベーカ、豆弁、芝といった故障が存在する。ザプラントリストでは独立の種とされているが、ハスラーは、ミルシネ・アフリカナと同族のマーズン・メラノプロエス、RBR のシノニムとしている。この M メラノプロエスは、 ザプラントリストにおいては、ラパナやメラノプロエス、メズのシノニムは使いとされている。ABCDEF ブリックケル編。ABC ホッタ。AB リュウ。ABCDE ビンチ。ABCDEF マウンズテングナズ。初島、ホッタ。ラルエトール。カマウエトール。リーゼル。バンデアウォールト。マーズンアフレコナ。プランツアフリカ。2018年8月24日。閲覧。 リーキー、ジェリーリー、バラ、ジェリーリー、キルヒ、英語、中国語、日本語、ラテン語、英語、ありがとうございます。